留める。魔力をまとう。終わりにしましょう。ここから決める。飛べ。さよなら。見える。諦めはしないから。当たれ。無駄にはしない。ほっほっよっ。お前が彼に追いつくことで彼は予言を逸れて異端者となることもあり得る。そこは分かっているんでしょうね。私のせいで揺らぐほど彼が弱い人間だったら、光の戦士の資格はないから消えてしまった方がいい。それがあなたの考えでしょう。私一人の考えじゃないよ。彼に取り付いてるエコーも考え方は同じだし。何がおかしいの？こんなことを言ったら悪いけれど、彼も大変ね。私たちは皆彼に期待しているくせに、彼を危険に巻き込もうとか、弱いなら消えた方がいいとか、ひどい扱いをしてる。ほんと、たちが悪い魔女よね。彼が死んだらどうすんのよ。その時は彼一人だけで死なせはしない。わかった。はいはい、カッコつけはここまで。それじゃあ一緒に踏ん張って、こんにゃろうやっつけるよ。恨みはない。負けられないだけ。その力で世界を変えるのか。
ここまでのようね。来たのよ。もう私がいなくてもいい。来たって一体。さよなら、メイヤ。はっ！光の戦士。こんなところで会うとはな。ちょっとあんた、カオスとの決戦が近いってのにちょっかい出しに来たってわけ？こういう大事な時にこの子の気が散ったらどうしてくれんの？そもそもやる気ない子なんだから。俺のやる気を削いでるのは主にエコーだろうが。人のせいにすんな。やっぱり仲がいいのね。で、結局用事は何なのよ。伝えたいことがあるの。あの人のことを。光の戦士を目指していたブランクの運命を。あなたと同じ名だったあの人はパラミティアという世界の石に殺された。そして私は混沌に溺れ、呪われた魔女になり果てた。